はい、皆さんこんにちは、タナヤンゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。今回はサムネにもある通り、私が80代前半で安定してきた、スイング作りの練習方法をお伝えしていきたいと思います。いろいろな練習を私はしてきたんですけども、自分自身特に効果があったと感じる練習方法になります。あらゆるレベルのゴルファーにとって参考になるんじゃないかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、皆さんこんにちは、タナヤンです。私のチャンネルではアマチュア目線でのスイング理論、ラウンド術、実際に私がトライして成果のあった練習方法など、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録とお知らせ通知の設定をお願いします。タナヤンゴルフチャンネル、早速練習方法をお伝えしていきたいんですけど、その前に前置きを話させていただきます。ゴルフはミスのスポーツって言われますよね。で、アマチュアの私たちにとってはそのミスの範囲をいかに狭めることができるかっていうのが、こうレベルを高めていくことにつながっていきます。で、そのレベルを高めていくときに必要になるのが、前から私は動画で言ってるんですけど、4つのことが必要になってきます。まずはクラブの扱い方を、知るということですね。これは、クラブの特性を理解するっていうこととも同じ意味になりますね。重心位置をキャッチすることだったりとか、前回動画で挙げましたけども、あとフェースの管理、シャフトのしなりの使い方、インパクトゾーンで例えばヘッドの動かし方が分かるとか、来角の変化で出玉がどう影響していくかっていうことなんかも含めて理解しないといけないかなというふうに思ってます。で、その上でスイング動作中の、リズム、テンポですかね、リズムだったりとか、バランス感覚っていうのを身につけていきながら、それが再現性につながっていくと、この4つですね、クラブの扱い方、リズム、バランス、再現性、この4つを高いレベルでマスターできると、やっぱりスコアは圧倒的に良くなっていきますし、アベレージが80前半70代を目指すっていうことにもつながってくると思います。もちろんこれはね、皆さん分かっていることなんだと思うんですけども、我々アマチュアはですね、当然本職というか仕事がもちろんあって、そんなに練習に時間が割けるわけではないっていう、そういう中で、どのように効率よく上達しているか、月数回なのか月1のラウンドなのか、年にね十数回のラウンドしかないっていう中で、どんな風にアベレージスコアをアップさせていくか、ラウンドに行けない時の心構えと時間の使い方がすごく重要になってきます。これはですね、100切りを目指しているゴルファーであっても、70代で回っているゴルファーでもレベルは違うんですけども、共通していることだと私は思います。そんなわけで、今回は皆さんと同じアマチュアの私ではありますけども、アベレージスコア80前半で安定させるために取り組んできた、私自身が取り組んで本当に良かったと感じるえりすぐりの練習方法を、数回の動画に分けてお伝えしていきます。1回で全部やろうとするとちょっとお伝えしきれないので、はい。まずは毎日の素振りです。スイング作りにおいては、素振りが最強の練習だと私は考えているので、毎日コツコツとクラブを触って上達への道を歩んでいます。で、この練習名ズバリですね、ショットマットからゴムティーを 1.5 センチ出してピシピシとボールを打つように繰り返し素振りをする、クラブはロングアイアンがおすすめっていう練習名です。ドン・キホーテの商品名みたいなんですけど、そのまんまなんですけども、6つのやり方があるので、ちょっと順番に紹介していきますね。ちなみにこれから紹介するその素振りのやり方は、もう練習前のアップとしても僕はやってますし、家の庭でもやってるっていうような練習になりますね。順番に紹介していきます。まず1つ目が左片手素振りになります。これ実際にボール打たなくても素振りですごく効果があります。なぜならゴムティーを打ってるので、ボールを打ってる感覚と一緒になると思いますので大丈夫です。で、この練習では左肩を支点にして、腕はシャフトとこう一体化して扱うイメージで、体の回転をしっかり、していきます。で、フォローでこうヘッドをアウト、飛球線の右側にこう投げ出すのではなく、しっかりとインサイド、こう左方向にヘッドをしっかりと引き込む体の使い方をマスターします。で、これは全ての素振りで共通してるんですけども、ダウンスイングで、左足かかとに踏み込みながら、そこを軸にして、左のお尻もしくは腰の股関節あたりですね、を引くように、後ろに引くようにして、その場で回転してください。
でこのダウンスイングの時に右腰を前に出す動きをすると結構アウトから入りやすいスイングになっていくんですね。で手元を低く体に引きつける、こうクラブが自然と下に落下するようなインサイドからアタックする使い方がこうしづらくなるので、右腰を前に出すっていう使い方はちょっと私の中ではやめた方がいいと思ってます。逆に切り返しで正しい左足かかとへのこうウェイトシフト、体重移動とか、まあ、左腰を引く動きができるとインサイドからですねクラブが降りてくる感覚をしっかりと体感できますし、あ、この感覚でクラブを引いていくんだっていうのがすごく分かりやすい練習になりますので、左手、片手打ち、これはですねもう絶対にやった方がいいです。で次は右片手打ちになります。この右片手打ちではアドレスで作ったくの字なんて言ったらいい、くの字ですね、上から見てくの字、背屈している状態なんですけども、これをキープしながら振っていくっていうことが大事です。でインパクトでこう右手がグイッと返るような、まあ、右手をすごく使っちゃうっていうか、こう回転させてフェースをこうターンさせていくということをすると、リードアームであるこれ左手の動きを邪魔することになるので、これは気をつけた方がいいですね。でインパクト後にフォローで自然とリストターンが入るくらいで OK だと思っていただいていいです。でここでも左片手打ちで説明したウェイトシフトと、左のこのかかとの左足かかとの使い方ですねと体の回転が自然に起こるようにしてください。でその場で回転するイメージっていうのはやっぱりすごく大事で、多くのアマチュアゴルファーでこの回転とかウェイトシフトを取り入れようとするとスウェーしてしまう人が結構多いんですね。私もそうだったんですけど、そうするとですね距離が伸びなくてパワーロスが結構してしまうんですよ。ビハインドザボールって言われる頭が残る、ような打ち方なんかもこのスウェーしてしまうとできなくなってしまって、クラブとこう体が引っ張り合うような、頭が引っ張り合うような感覚っていうのが得られなくて、ゴルフの上達がこう遅くなってしまうということになりますので、これは注意が必要ですね。まあ、そうならないようにするためのコツというか、まあ、僕の考え方を言うと、テイクバックでは下半身はですねあんま動かさない、どっしりとしているような形で、肩の回転があってそれに追随するように自然と右足に体重が乗るっていう感覚、その程度で OK です。なんか自分で右足に乗せようと思ってこうウェイトシフトしようと思って右へ左へって振ると、それがスウェーの原因になったりするので、それはしない方がいいですね。で正面からこう撮影できるチャンスがあれば、まあ、こんな感じで両足のサイド、外側ですねに線を引いて、そこからテイクバックでこう出ないように、はみ出さないようにしていくといいですね。インパクト以降積極的に乗っていったときはこのように、左側の線を越していって OK です。でマキロイとかアダム・スコットなんか僕大好きなんですけど、正面からのスイング見るとすごいですよね。全くこう膝が外に出ないというこんな感じになってます。ここは真似するとこだと思います。でちなみにこう左手主導っていう考え方もありますけども、私は両手主導だと考えていて、こう利き手である右手の使い方がすごく重要だなっていうふうに思ってます。クラブの重心位置を捉えたり、球をターゲット方向に押し込む感覚も、こう飛距離を出していくのもやっぱりこう利き手の右手、僕は右手ですけども、が仕事をしてくれてます。とはいえ右手主導とは思ってなくて、こう左右のやっぱりバランスなんですよね、がすごく重要になってきますので、右手やっぱりね利き腕なんで強く使いすぎちゃう人もいると思うんですけども、強く使いすぎず程よく左手とこう調和するっていうかね、まあ、そういう感じが出てくるとすごくいいです。なのでこの右手片手打ちも結構その右手の使い方っていうのがよく理解できるので、非常にいい練習だと思います。次の素振りはスプリットハンドでの素振りになります。右手と左手離してこのぐらいでいいと思いますけども、離して素振りをしていきます。これはですね重心位置を捉える動画でも説明しましたが、バックスイングで右手を支点に左手を下に押し込みながら、クラブヘッドをアウトに上げる、その動きが非常につかみやすいのと、あと左右手の動きがものすごくお互いの仕事ですね、右の仕事左の仕事っていうのが理解しやすいので、素振りだけでなくこれは全然球を打っていってもいいドリルですね。
でダウンスイングでは左手でクラブを引っ張りながら右肩や右腕がこう出ないように、前に出ないように腕相撲でこう負けた時のこう肘を絞っていく感じですね。あの動きを意識しています。インパクトで右手が左手を追い越すような動きは入れないように注意が必要で、まあ、この使い方をするとですね、左に引っかかります。あの右手がね強く出ちゃうと。なので球を打つとすぐ分かるので、この動きは入れないように注意していくといいです。でここでも左足かかとこう切り返しからですね、左足かかとを、踏み込む動作を入れながら、しっかりとこう左のお尻を引いて左サイドにクラブを振り抜く空間を作ってフォローへ向かっていきます。で結果として前傾姿勢が維持されますので、ぜひこれもやってみてください。でゴムティーに当たらないよって、なかなか当たらないんだけどっていう人は、あのここをしっかりと意識するといいですね。この前傾姿勢を維持するっていうこと。でちなみにこの素振りではインパクトばかりイメージして連続素振りしてると、あのこんな感じでインサイドにクラブが引きやすくなるんで、これは注意してください。でフォローからアドレス、トップへこう引き戻すときですね、まあ、ゆっくりと丁寧に重心位置を感じながら、外にアウトに上げるようにあのしてください。でこれはどのクラブでも一緒なんですけど、特にスプリットハンドの連続素振りではこうクラブの重心位置を捉えることも重要な要素になるので、これも意識して取り組んでください。次は逆手素振りになります。今何個説明したのかな、結構長くなっちゃってますけど、そのぐらいでも素振りで、これだけのことを考えながらあの素振りをすると球を打ってるよりも全然効果が上がってくるっていうことが、あの私自身体験してるので、もう本当にちょっと細かいですけど、はい、もう少しお付き合いください。で、この逆手グリップでの素振りなんですけども、右手が普段だと下にグリップしてると思うんですけども、こちらの練習では右手を上側、こう体側、左手を下っていう感じで、グリップしています。これですね、うまくやってみると分かると思うんですけど、うまく手が使えないんですね。なので体の回転で打つ動きはすごく体感しやすい素振りになります。で逆手でスイングすると肩が水平に回りやすくなるので、私自身のこう悪癖だった突っ込みだったりとか、あの右肩が下がりやすかったので、こう結構ダフりやすかったんですけども、それがかなり改善されたあの素振りになります。ピッチングとか球盤あたりで球を打つこともあるんですけども、最初はね本当に当たらないです。はい、まっすぐ飛ばないです。で正しい回転をしていくと結構シングに当たるようになってくるので、まあ、あの素振りであの結構動きが確認できるようになってきたら、ぜひこう球もね打つ練習として、スプリットハンドとともに結構おすすめです。これは、あんまり一生懸命振ろうとしなくて全然いいです。あの動きを確認しながら肩の動きをこう水平に回していくっていうことを意識するだけでいいので、なんか思い切ってねあの振らなきゃいけないとか思わなくて全然いいので、逆に手首とか痛めたりもしちゃうのでね、あのそんなに一生懸命やらなくていいです。はい、続いてはハーフスイングです。ハーフなので腰から腰くらいで振るんですけども、こう左手と右手の使い方のこう連動性とか、あのクラブの重心位置を捉えながら胸の正面でクラブを扱う感覚で、あと切り返しで腰、下半身のアクションで上半身をリードすることをこう意識するといいです。でスプリットハンドとか、まあ、逆手打ち、あとはあの左右の片手打ちもやってますから、この後にハーフスイングをやることで全身の連動性が非常に感じ取りやすくなります。だからここにハーフスイングを入れるっていうのがすごく意味があって、でバランスとかリズムがすごく良くなってるっていうことを体感できると思うので、あのここの位置でハーフスイング入れるとびっくりすると思います。すっごい振りやすいって感じ、今打ったら球めちゃくちゃ芯当たるんじゃないみたいな、はい、そんな気持ちになれると思いますので、ここでハーフスイングを入れるっていうことが重要です。そして、最後なんですけどもスロースイングです。このスロースイングはですね、やってみると分かるんですけども、フィニッシュまで行った時に重心位置がおかしかったりするとしっかりとフィニッシュまで取れないんですね。しっかりとこう左足に乗ってるかなとか、あ腰が切れているかなとか、まあ、そういう自分のあのスイング中のエラーしてエラーが出ている動きをあの自分の中で体感できるっていうかチェックできるんですね。あここの動きおかしいな、クラブが今この時点でここにあるんだとか、そういうのを感じながらやるっていうことに意味があります。アドレスしてテイクバック、インパクトフォローまでだいたい3秒か4秒ぐらいだと思います。
でこれ球をさっきね打つ練習でもやるって言いましたけど、その時はもう少し速くていいんですけども、球を実際打ってるとですね、なんで素振りみたいにできないんだろうってすごく感じると思います。ボールが視界に入っただけで急にね体の動きがおかしくなって重心位置も変わってきちゃうっていうようなことがあるので、まあ、球を打つ練習もすごくこれでやると、いいと思います。バランス能力がものすごく高くなりますんで、で意外と体が筋肉痛とかになったりしますこれ見た目以上にきついんですよ。なのでこうゴルフのスイングってあこういう筋肉使ってるんだとかっていう確認にもなりますね、うん、でじんわりと汗をかいてくるっていうところ、アップにもこれ最適な、はい、素振りになります。今回撮影はこのジムスター王国の、インドアゴルフ場でやってますけども、家でやるときはもちろん球は打てないですけど、練習場行ってこのアップを込みで素振りをやった後に、球を打ってみるとですね、ものすごい体の動きが理解できるというか、あの感覚が研ぎ澄まされて非常にスイングがバランス良くなってることに気づくと思います。というわけで以上、今回は連続素振りということで、動画を作らせていただきました。もうこの6つの種目のこう素振りはですね、本当に効果が高くて、一つ一つこのように解説していくと長くなっちゃうなっていうのはもう作る前から思ってたんですけど、これ結構繰り返してくるといろいろ頭で考えないで打てるようになってくるんですね。コムティをピシピシとしてこうリズム感もつくし、再現性だったりとか、あとバランス、うん、で道具の使い方、この4つがですね本当に自然と身についてくるっていう、でショットも安定していくっていうことになりますので、本当におすすめなのでかなり力説してきました。で球を打ちながらだとやっぱ当たらなくて、この練習法ですねイライラすると思います。スプリットハンドとか逆手打ちとかだから、こうボールを見るとやっぱ当てるためのスイングになっていくっていうこともあるので、まあ、クラブや体のこう意識したいところがお粗末になる可能性もあるので、まあ、そうなると本末転倒になっちゃうので、まずは素振りで十分この動きを理解した上で、球を打っていくことをお勧めします。私はこの、素振りですね、朝ごはんの後出勤前に5分ぐらいを目安にこう庭でやってます。 2,3 週この6種目を繰り返したりします。はい、それで、まあ、やってるとですね、毎日クラブこうやって握ってるんで、やっぱり一体感っていうか、なんだろう、こうクラブがこう手のような感覚になってくるっていうんでしょうかね。はい、そのぐらいまでいけますので、たった5分ですよ。はい、練習場行って球打つよりいいでしょって思いません？なので、これは絶対にやった方がいいのと、あと練習場に行った時アップついでにこれをやってから球を打つと、ものすごく練習に来た意味があるっていう感じがわかると思います。ちなみにマンション住まいで、庭がなくて素振りがなかなかできないっていう方もいらっしゃると思いますけども、短い素振り棒って売ってるんですね。こんな感じのちゃんとフェース面が意識できるもの、はい、これを使って、室内でやるだけでも全然違うと思います。はい、というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画も楽しみにお待ちください。それでは失礼します。